こんにちは。こんにちは。キルキルランキング、イエーイ。ありがとうございましたね。第2回目ですね。キルキルランキング始まりました。皆さん、あのお越しいただいたりとか、画面越しに見てくださってる方、ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだね、不慣れな部分があると思うんですけど、60分精一杯頑張って皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、前回が先月ですね。そうですね、1ヶ月前ですね。私たち初仕事、はいはい、がこれですね。そうが、はい、ライブ日和ね、キルキルランキングだったんですけど、まあ、ちょうど1ヶ月経って、まあ、今回第2回目ですね、はい、あ、カレーに1ゲット、ありがとうございます。ありがとうございます。1個目ありがとうございます。ということで、はい、まあ、簡単に自己紹介していこうか。まあ、今日はね、はい、これ作ったんで、そうそう、さっきみんなで、うん、全然映ってない。全然映ってないですね。顔が映ってない。おっ、セクシー隊長、耳まで映ってきて、イエーイ。揺らしてましたね。お、リーダー、くるちゃん。そう、これ作ったんで、ちょっとね、まだまだ顔と名前が覚えられないよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんで、そうですね。穏やかなオタク。ということで、はい、そもそもアイドルピットとは何かという方がまだまだたくさんいらっしゃると思うんですけれども、もともとスカパの人気番組から結成されたユニットで、はい、と、まあ、私たち、うん、3期生か、3期生アイドルピット3期生なんですけど、はい、1期と2期がね、もうご卒業されちゃって、はい、今年の4月からまた新しく再結成されたユニットで、はい、今現在4人で活動してます。はい。で、実はなんと大人系、うん、大人系アイドルユニットということで、うん、まあ、ちょっとね、今後まだ大人まだちょっとね、ちょっと発揮してない部分がね、発揮できてない部分もあるので、うん、今後ね、いろいろね、ちょっと大人な部分を、そうですね、見せつつですね、そうですな、思ってます、はい、けど、まあ、そうですね、一人ずつ自己紹介していきますか。お、せっかくね、あの先月そういうね、うん、みんなどういう自己紹介をしていくかっていうのが宿題で、うん、まあ、ライブではこう皆さん発表してるんですけども、うん、まだ知らない方もいっぱいいると思うんでね、ここで一発、何回かもうライブもやってきて自己紹介やってきたと思うんで、もう前回よりかは多分全員わかってるはず。ここに来てくださってる皆さんは、まあ、全員もう多分覚えてらっしゃる、うん、今スマホをしまってる、知ってる人がいる。ということで、じゃあ一人ずつ自己紹介していきたいと思います。画面越しの皆さんもちょっとコメントをね、ちゃんと打つ準備、今のうちに、はい、エンちゃんの書いといてもらって、一人ずつね、でも誰来るかでちょっと今あーってなってるかもしれない。そうだね、じゃあリーダー、ツイッターから。ツイッターから。ツイッターから。ありがとうございます。すごい名前呼んでくれてる人がいる。ね、ありがとうございます。じゃあ、まあ、観覧見に来てくれてる。グルナビから。いいね。グルナビからってどういうこと？美味しそうって書いてあるのかな。バレた。はい。じゃあ自己紹介いきます。いきますよ。キラキラー！キラキラー！くるみが一番。お姫様！ニックネームはくるちゃんことアイドルピートのリーダーやってます。くるみです。よろしくお願いします。いいね、いいね、ありがとうございます。くるちゃんです。はい、みよちゃんかな、はい、うん、ぷっくり唇、セクシーぼくろ、セクシー大腸、まるっとまるまる、みみまる、みみまることみよです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はいはいはい、油で揚げると何でもうまい。はい、大きい声を出していきます。奏者です。イエーイ。はいはい、アクロカメラさん、はい、お願いします。アズのプニプニ、萌え萌えキュン。はい、ありがとうございます。あなたの妹になりたいの、アズニャンことアズミです。よろしくお願いします。イエーイ。よっ、ありがとう、みんな言ってくれて嬉しい。そうだね、前回やった時よりかは、うん、まあね、ライブでやってるのもあって、うん、だいぶ浸透してきた、うん、そうですね、うん、嬉しいですね、やっぱね、来てもらえるとね。だって一番初めさ、あの、うん、クルがさ、ここで自己紹介ももともとあったやつをやった時に、うん、もう隣でミオちゃんが若干引いた顔してるから。いや、
まあ、明日は我が身だったということで。でもね、そして自衛隊長も浸透してきていいんじゃない、うん、いや、違うね、くるちゃんの次っていうプレッシャーがすっごいでっかくて、私の中ですごいね、引いた時の顔がね、はい、結構忘れでも覚えていただいたので、ね、まあちょっと嬉しいなって最近思ってます、うん、はい、ということで、はい、まあ、前回の放送がちょうど1ヶ月前で、そこから私たち、ね、まあ、実質的に始動したわけで、うん、まあ、ライブはなんか3回かな、うん、そうですね、うん、そうですな、うんうんうん、そうですな、やってきたんですけどまあちょっとここ1ヶ月をちょっとみんなで振り返っていこうかなと思うんですけど、そうですね、さすがリーダーは言うことが違う続けてください台本に書いてあったということで、まあ、1ヶ月ね、うんうん、まあ、どうですか実際にこう、まあ、始まってね、ユニットをやるよってなって、そうだね、確かに、うん、すごい仲良くなって、初めなんかこの放送の1回目の時は、うん、そんなになんかみんな知らない、うん、そう、野生動物みたいな感じだった、みんな警戒しなくてみたいな感じだったけどすごい仲良くなった、そうなって、前回の放送は実質多分あずちゃんと会うの2回目とか、2回目だったから、確かに、うんうんうん、ね、まあ、1回目の放送だからもう知らん者同士が突然4人集められて1時間喋らされるってすごい刺激的な放送でしたね。でもやっぱりね、そっから結構ね、うん、週何回もあったりとかして、そうですね、うん、ダンスレッスンもやってる、うん、やってきたし、ね、うんうんうん、だいぶ皆さん ね、 ね、本当にわだかまりが、わだかまりがなくなったね、牽制し合ってたものがね、牽制してた、そうです ね、 ね、なくなったのかないいみたいな、うんうん、感じがしますね。どうですかみおちゃん、1ヶ月振り返ってみて。いやでもなんかもうもう1ヶ月経っちゃったんだっていうのがやっぱ実際のところで、でもそうだね、早かったね、うん、うん、でやっぱライブに向けてリハリハリハって感じだったじゃないですか、うん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 、なのでもうなんかあっという間ですよね、あもうなんかもう今日なんだと思って、うん、確かに、うんうん、なんか前回の放送が4月で、うん、ライブが始まったのが5月からだったけど、週2回あるライブがある週とかもあったりとか、うんうんうん、そうですね、したから結構練習が多かったの、うんうん、駆け足な感じの1ヶ月でしたな。そうですね。でもさ、まあ、そんな駆け足って言うけどさ、まだ1回しか出てない。確かに。でもなかったね。そうですね。何やってた？何やってたかと言われると、まあ、終わった後に。個人的に聞いてください。そんなことですね。やっぱアイドルなんで、そういう自分のプライベートの話とかちょっとできないんで。でも夢をね、壊しちゃうから。そうですよね。はい、そうだね。まあ、よくないね。サボってたの？出たわけないよね。なわけない。出たくなかったの、本当。全然もう出たすぎて、もう、あもう、みたいな。楽しみだな、次の放送みたいな感じで、毎日ワクワクして、もう泣いたりとかしてました。やっぱみんなのこと思って。泣いたり泣かなかった。次のライブから出るんだもんね。そうですね。そうだよ。うん、みんな来ないとダメ。ね、ちゃんと4人の方、メンバーでまた、そうですね。んでね、はい、遊びに来てほしいんですけど、はい、どうしよっかな。じゃあ、まあ、まずその皆さん書いてもらえます、うん、またこのスケッチブックやります、またこのね、例の前回同様のこのスケッチブックに、うんうん、にじゃあ書いていこうか、はい、なんかじゃあまず、うん、あの前回の北参道の感想、あ前回の北参道、うん、この放送、うんうんうん、どうだったかっていう、うん、前回の放送いいよ、うーん、やだ？やだ、ね、やだ、全然ちょっと覚えてないみたいな感じでもないです。全然大丈夫です。覚えてない。すごい、ものすごい発言になりますね。今ニコ生見てくださってる方も何か私たちに質問があったら、はい、ぜひぜひ、ね、はい、お待ちしてます。急いでタイムシフトを思い出したい前回のこと。答えます。じゃあ前回の前回の北参道第1回目の放送の感想ね、うん、感想、うん、終わった早っ終わった、まあね、そんなね、長く書いてもね、うん、でもさっきいろいろ話しちゃったからな、まあ、ちょっとね
またなんかやってます。またなんかやってますね。これが前回の放送で書いてある。これが今回の放送で書いてある。何やら画力が上がってる。すごいなんか。なんか目がすごいリアル。なんか劇画タッチみたいな。だんだん劇画タッチになっていくアズが。アズも書いたよ。あ、耳。そっち？そっち。悪いとか。うまい棒じゃない、聞けないよ、聞けない。悪い文化が浸透してる、はい、みんな、書き終わったかな。ジョジョっぽいって出てますね。はい、書き終わりましたかね。はい、じゃあまた一斉に出します。ね、前回の北参道の放送の感想だよ。はい、はい、じゃあみんなでせーのだよ、うん、せーの、はい、え、なになに、まず誰から行こうか。うん、うん、首になる、人見知り、カオス、終わりよければすべてよし、首にならなくて一安心。そうだね、じゃあそうだね。そこに対するそうだねじゃないよ。じゃあまず、じゃあアズから行こうか。人見知り、え、本当にだってミオちゃんとクルちゃんは2回目だから、なんかすごいね、60分も詰めて話してなかったじゃん。マネージャーさんを含めて、まあ、メンバーで話したことはあったけど、なんかこうパッと前に人前で出されて、はい、喋ってっていうことなかったから、なんかこの時間だけでめっちゃ知れたこと多かったけど、めっちゃ怖かった。怖かったんだ。そうなんだ。結構元気に見えたからね。結構怖かった。あ、そうなんだ。怖かった。前回よりかは怖くなくなった。もうすごい慣れてる。慣れた。よかった。よかった、よかった。はい、ということで、まあ、じゃあ、カオス、カオスってなんですかね。そんなことありました。いやー、カオスだったと思いますよ。私だって、あの前日まで結構胃が痛くて、まあ言ってましたもんね。あの、そのアイドルピットとしての初のお仕事だったじゃないですか。で、まあミオちゃんとはあの一番初めに結成した時から何回か会ってたからあれだけど、まあ奏者とアズは。多分さっき言った通り2回目ぐらい。いやいやいや、くるみさん、くるみさん、あ、ちょっとそれはね、前から知ってるけど、じゃ忘れてたわけじゃないよ。すごい、もう3年か4年くらい前から一応なんか知り合いのつもりだったんですけど、それ多分私だけだったんですね。忘れちゃったのかな。奏者とは僕の中だと実は一番お付き合いが古くて、3、4年ぐらい前から知ってるんですけど、まあでもね、具体的にこうどういう2人がキャラなのかなとか、どういう感じでやっていくのかなっていうのがすごい不安 で初の仕事だったしね。それはすごい不安だった。そうだから、もう前日の、まあ、当日か、当日の朝の3時ぐらいまでみおちゃん、そうですね、ちょっと酔っ払い、酔っ払い、なんでアルコールなしにね、緑茶とかでね。そう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 、これからどうしていくかってね、呼び出しちゃったけど、まあ気の済むまでみおちゃんがずっと付き合ってくれて、そうですね、本当に本当に不安だった。なんかね、そんなタイプに見えないのにね、すごい、それよく言われるんだよね。全然何も考えてなさそう。全然そう、全然何もね考えてなさそうって言われるけど、でもやっぱ一番考えてね、超ビビリ、ビビリだからね、怖かったけど、まあでも良かったじゃないですかっていうのが、まあまあ、そう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 、結果的にこうつながるのが、終わりよければ全てよしって感じで、まあ結構、はい、あの、まあ、くるちゃんとこういろいろ打ち合わせして、まあ、ドキドキしながらも、まあ、なんだかんだこのみんなで楽しく1時間、ね、番組ができたなっていうので、まあ終わりよければ全てよしっていうのは分かった。無事よ、ね、確かにほっとしたもんね、終わった時にね、まあ、ほっとしましたね。そうしたらクビにならなくて一安心、まあ、そういう意味でほっとしたのかな。なんか友人が何人か見に来てくれてたんですけど、あの直後に来た LINE が、クビになった、3人ともからクビになったって言われたんですよ。で、最後にあとお見送り、見に来てくださった皆さんを握手して見送りした時に、やめないでねって、あとこの間ライブでもやめないでねって言われて、いや、
初めての活動だぞめっちゃ言われてたね、うん、言われた。だからなんかね、うん、まあ自分も安心しました。首かなってちょっと思ったんですけど首にならなくて、うん、また1ヶ月後、まあ、新たな首の危機を迎えることができてよかったです。1ヶ月ごとの契約更新みたいな。そうそう、契約更新今日の、ね、終わった後にね。そう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 、今日契約更新になるかちょっとまだ分かんない、うん、これからね、今おとなしくしてるんで大丈夫更新かな。そうですね、うん、まあね、前回の感想はこんな感じなんですけど、うん、まあじゃあその後になんかやめないでやめないでちょっとそれが定番化してきてるね、まあ、うん、やめないでいないともうやめたのかなって思われちゃう。そうでも 2,3 回続けていなかったから 2回ライブいなかったんで首かなって多分みんな思ったのかもしれない、うん、首じゃないよ、まあ、今日もみたいな3人言われた、うん、あれいなくない一人大丈夫だ、安心してください、まあ、答えは次ですね。いいね、じゃあ次回持ち越しということで、はいはい、持ち越しということで、はい、今なんかね、うん、初めてのライブをこう迎えたわけなんですけども、うんうん、じゃあ皆さんそのライブどうだったんだっていうね。あ、じゃあライブの感想も言ってく。そんな初ライブ、うんうん、初ライブは4人で出たもんね。そうだね、うんうん、の、うん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 、じゃあ感想、初ライブの感想、うん、結構見に来てくれた人も、ね、そうですね、うん、見に来ていただいて、うん、なん、うん、仕掛けました。かけました。はい、かけました。OK かな？うん。はい。はい、じゃあみんな先ほどせーのでいいかな、うん、じゃあ初ライブ5月3日だったかな、うんうん、5月3日に初ステージに立った私たちの感想です。せーの、ドン。なんて書いてあんだみんな見えない見えない。おみんな顔文字ド緊張コール&レスポンスでの不信感ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、そうじゃもう一回見せて。ちょあのさ、虫が止まってて今、うん、びっくりしちゃった。いや、まあ、やっと後でじっくりですね、うんうんうん、じゃあまたアズちゃん、うん、アズちゃんから、はい、楽しかった、すごい楽しかったんだけど風邪ひいて、うん、あらなんか知恵熱みたいな。でもそうだよね、初ステージまで結構前日までリハやってたから結構気張ってたのかもね、うんうん、でそれでなんかすごいみんなとすごいなんか楽しめて、うん、ありがとうとか言っててすごい、うん、あの気持ちが高ぶっちゃって、うん、次の日なんかシュンってなってたら風邪ひいてた。風邪だったんだ実は。もう治った、ね、もう治ったから咳だけ、うん、大丈夫、うん、生きてる、うん、生きてます、うんうんくるちゃんは、はい、私また、まあ、顔文字出たよそれ。いやなんかもうなんて書こうかなって今考えてたんですけど、うん、もうちょっと言葉にできないぐらいなんかいろんな思いがあってあってこれなんですけど、うん、あってこれなんですけど、どう表す、これはどの部分ですか。ステージ立った時から全然ステージ立った時もそう、うん、でもなんかびっくり顔した見た私忘れたくるちゃんの顔見たい。でもまあね、頑張らなきゃっていうのもあって、うん、ただ実際ステージに上がるのは2年ぶりぐらいだったのでちょっとブランクがあったんで本当に緊張したんですけど、うん、私結構ね前の方に来てくれたファンの方とかはなんか終わってからなんかマイク震えてたよみたいな、マジで震えてたよとかって言われて、それを感じたか、
ったの、これ。あ、そんな感じだったね。ブル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 しとった。でもやっぱり2年のブランクがすごいでかいなと思って、でそれで3曲やったでしょ。初めの1曲目はまあ大丈夫だったんだけど、やっぱ後半になるにつれて、うん、ジャンプの高さがどんどん高くなっていくよって、それ後からそうダンスの先生に注意されたんですけど、うん、もう最終的にこれぐらいしか上がってない。終わった後すごいなんかウィスパーブース。だからちょっとね、体力をつけていかなきゃいけないのがちょっと今後ね、くるみのもなんか課題なんですけど、くるみの課題なんですけど、まあでもね、たくさんの人が見に来てくれたし、まあね、初ステージ良かったんじゃないかなと思ってます、うん、はい、うん、私もね、じゃそういう意味で言うとやっぱね、同じなのかなっていう、うん、ド緊張、緊張、うん、しましたね、やっぱ終わった後もすごい緊張してたよって言われたんで、あ、やっぱ顔に出てたんだと思って、一応自分は笑顔で歌ってるつもりなんだけど、やっぱなんか笑顔で歌いながらも間違いないようにしなきゃみたいなのとかもやっぱこう片隅にあって、うん、で、まあ、ステージ自体はまあなんかそのちょこちょこライブには出させてもらったりもしてたんで、まあ、大丈夫かなとは思ったんですけど、やっぱ意外とどっかでね緊張してたらしくて、意外だよね、それもね、なんかみやちゃんとか結構こう引っ張ってくタイプっていうか、確かに、ね、全然大丈夫だよみたいな、緊張しなさそう、そう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 っていうイメージだけど、やっぱりなんか映像見ててもやっぱみょんちゃんが一番緊張してた、そうそう、だからそう、なんかそこがギャップ萌えで可愛いな、あ、それそれ実はね、そこ狙いみたいな、さすが、うん、そうだね、だからちょっと今度は笑顔でちゃんと歌います、はい、大事大事で、ね、最後、そうでしょ、コール&、うん、コール&レスポンスでの進化、不穏な空気、いやなんかあの、うん、まあ私はコール&レスポンスというのを真面目にやったの初めてだったんですけど、うんうん、皆さんキル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 くるみが一番お姫様、まあ、アイドルとリーダーくるみです、わーくるちゃーみたいな感じだったのに、うん、みんなそういう感じだったのに、うん、私は油で揚げたなんでもいい、まあ大きい声出します、奏者ですって言ったら、じゃあなんかね、衝撃的だったね、しかもあの人数がやっぱ大人数じゃなかったらドーって感じじゃなくて、わーみたいな生温かい空気があって、あれ私の知ってるアイドルと違うと思って、ちょっと、うん、ちょっとやっぱみんなにはそういう風にしてもらいたい、キャーって言うように思わなくても言ってほしい。それから笑うんだったらバーって笑ってほしい。大きい声でね。不穏な空気流れた。でもなんかその、 あの油で揚げると何でもうまいっていうキャッチフレーズを前回のここの北参道で来るも初めて聞いたの、でカメラ越しにやってるの初めて聞いたから本番中だったじゃん、でもなんかすごいキャッチーだなって思ったけど、はあ、確かにみたいなのが先に来ちゃって、これ確かに美味しいよなってなったから、多分その会場にいた人も初めて聞いたから、なるほどね、確かにって、新しくないですか、なんかそれでちょっとなんかウィスパー気味だった、なるほどねみたいなね、そうそうそう、でもこんな共感できるコール&レスポンスないと思うんですよね、なかなかないね、新しいですよね、他もやっぱ共感の波をこのビッグウェーブ掴みたい、うん、続けて続けて、はい、今すごいこと考えてんだけどさ、はい、これからさ油で揚げると何でもうまいって言ったらさ、あのファンの人たちがさ確かにみたいなのどう、あ、いい、ね、じゃあそれで、うん、今日からそれで早っ早っ、うん、それそれあそれそれがそれそれいいですねそれ一番盛り上がりそうだね絶対盛り上がりじゃあそれでよろしく歌舞伎揚げあげるからよろしく歌舞伎揚げあげるからよろしく歌舞伎飛んでくということで、まあ、初ライブの感想だったわけですけど、はいはい、まだまだ私たちね、うん、今後ライブ活動をがメインになってくるのかな、そうですね、月に何回もライブやってくんですけど、まあ、今後私たちの次のステップ、そうですね、の目標、ね、そう、前回も一応ねアイドルピットとしての目標っていうのをちょっとフリップに書かせていただいたんですけど、その時は何が多かったっけ、ワンマンか、そうワンマン、
うん、うん、そうだ、うん、で書いたんですけど、うん、まあじゃあそのワンマンはまあ一つの目標ってことで、ペン取られた、ごめんみおちゃん、ペン取るのやめてください、二本で自分を表現してた、うん、ことでまあ、うん、そうだね、もうちょっと近しい感じの目標、ね、うん、近しいね、うん、うん、キンキンの目標、キンキンの、うん、近しい、痩せるなしね、あ、あはい、もう痩せましたもんね、優先ね、だいぶ痩せたでしょ、もうガリガリって、うん、なんかガリガリ一緒に攻める時ちょっと誰か分からなかったでしょ、うん、それそれ目標達成達成それ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 、え、何の目標だっけ、次のステップ目標前、え、聞いてた、え、ピットの、何のこれ、何の番組、はい、ピットじゃなかったら他のユニットさんの目標かもしれない。あれと思って、急になんかちょっと分かんなくなっちゃった。OK、OK。どうしようかな。みんな超真剣。結構ね、こういうのね、うん、意外にね、真面目に書いちゃう。あ、近い目標ですよね、うん、今、まあ、近い、まあ、近い、そうね、このあと一番近く、何言ってるか分かんない、うん、もういいや、飛ばしました、うん、で、みんなじゃあかけました、うん、全然大丈夫、今一番近い目標ですもんね、そうだね、うん、それは大丈夫、完璧完璧完璧かな、完璧完璧完璧かな、大丈夫、小さなことからコツコツと、はい、よし、はい、じゃあ行きますよ、せーの、ぴょん、あれみんなバラバラ、あれ見事にバラバラ、みんなバラバラ、まずから行こうか、 PV 撮りたい、 PV 撮る、え、なんか私たちの曲、うん、なんていうのかな、先代の、先代っていうの、あの前のね、1期生、2期生の先輩たちが撮ってるやつはあるけど、うん、私たちのはないから、うんうん、撮りたい、撮られた、あ、撮られたい、撮られたい、確かに監督監督ないのか、撮ってくれんの、ありがとう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 、上限撮ってください、撮りたい、できれば出たい、できれば、できればね、交渉してこう、交渉する、え、クリちゃん、なんて書いてあるの、これはね、新衣装、わかるわかるわかる、バルビーとかも、袖欲しい、もちろん可愛いんですけど、まあね、袖ない、こう、可愛いなって言ってるけど、不快感、そうね、そうだね、袖が欲しいね、我々だけのっていうの欲しいですね、そうですね、私これから夏に向けて、うん、もうちょっと夏らしく、かつ、大人系、うん、そうだね、っていうのが、うん、セクシーで可愛い、うんうんうん、袖付きの、袖付きの、うん、袖が欲しい、うん、袖が欲しい、でもね、こういうのを話すとすごい夢が膨らんじゃうから、うん、でもね、まず、うん、まずそれもマネージャーにも思いっきり言っといて、袖が欲しい、なんか知らんことされてますよね、でもまずコツコツとね、だいぶそうですね、出るのがまだ、全然、うん、頑張っていかないとね、うん、あ、くるちゃん夏好きやな、夏大好きです、あ、T シャツ、マネージャーさんから T シャツ、 T シャツ、アイデンティティの T シャツ、ピットの、ピットの、あ、オリジナル T シャツですか、ピッティ、まあ、違うんだ、普通に、え、持ち寄り、一緒よ、T シャツ持ち寄り、え、また T シャツ持ち寄り、それバラバラ、レッスン、レッスン期かな、なんだね、でもそうだね、ここ二人は結構あれだね、夢が膨らむ目標だったけど、うん、みおちゃんは見えない、4曲お披露目、おお、今のところ2曲じゃないですか、うんうんうん、で、まあ今こう1ヶ月、うんうん、まあライブ後の5月、うんうん、何回かやって、うん、で6月にはもっと、もうちょっとこう3曲、4曲やって、確かにちょっと、うん、あのお客さんも喜んでもらえるステージを作りたいなっていう、それだ、うん、で、多分2曲はもう絶対
皆さん覚えてくれてると思うんですよ。確かにもうね、出れる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 ぐらいに覚えてる。そうそうそう。だって1回のステージで同じ曲2回歌いますからね、うん、私ね。そうなんですよね。それね、オープニングのね、なんかね、演曲みたいな感じでね、うん、そうそうそう。あれはあれですごいいいと思うね、うん、でも結構ね盛り上がる、うん、だんだんね会場を重ねていくことによってわ、うんうん、かるわかる、最後の方のライブとかすごいもんね、すごい、うん、続けて続けてということで、まあ、はい、4曲、はい、やりたいですね、はい、ちょっとということで、そうですね、あと一つ残ってる歌舞伎揚げをうまく消費するこれ全部ひらがなっていう、読みにくいっすねどういうこと？え、だから近い目標え、今なんかもうこの10分以内の目標みたいな感じですよね、それ近い目標って言ったから、リーダーがごめん、私の言い方が悪かった、ごめんなさい。近い目標だから、やっぱリーダーにやっぱクリエイターの言う方は絶対みたいなね、やっぱ、うん、かなと思ったんですけど、やっぱ違うんだったらやっぱやっぱ、じゃあ次行きますか。いいよ、考えてよ。改めて、じゃあ、お召し上がりください。時間見てね。でもさ、こういうのさ、毎回こうね、うん、フリップ出しとかしてくると、うんうんうん、結構みんなのキャラが固まってきたのかな、うん、固まってきたっていうか、もともとクレは作ってないけど、うん、クレちゃんだけこそは作ってないけど、クルミだけは作ってないけど、キャラはね、クルミだけはね、クルミだけは作ってないけど、角が立った、またギス最初に逆戻り、あとでね、終わった後打ち合わせっつって、反省会ですよ。もともと結構ね、個性がみんな強い印象が、そうですね、押されちゃう、ん、え、消されちゃう、うん、もう押されちゃう、なんかどうしようみたいな一番強いでしょ、うん、一番いいね、ほんとすごいキャラが濃いメンバーでよかったよ、よかった、まあ、それがね、喋ってたら飽きないからいい、確かに、喋り出したら止まらんしねそうですね、どうしようかな、なんか質問、うん、ね、質問コーナーなんかあるかな、逆に今見てくださってる皆さんいいですよ、あの観覧来てくれてる人、キャッシュってもういいですよ、もうそんな声をどこ見てんだみんな、なんでこっち見ないんだ、ね、急になんでさっきまでこっち見てたのに、ね、ね、そらすみたいな、こういう時になってね、ね、うん、ぜひニフコ生の方も何かあれば、そうですね、そうならなんだろうな、え、お、好きなもの、好きなもの、好きなもの、ああ、うん、確かに、まあ、私、一つしかない、うん、今自分が興味あるもの、好きなものね、うん、またおっと、封じてえ、初出し、嘘、え、めっちゃ気になる、早く見たい、いいっすよ、はい、行きました、はい、はい、じゃあ、はい、今私たちが興味あるもの、はい、せーの、ドン、まずはドラえもん、マイメロ、クレちゃん、シング、うん、巨人の原監督のオーダースタメン、おお、ガチブチ受けとキキララちょっと待って、まあ、じゃあ一人ずつ聞いてみようか、まずはまあそうだね、好きなんだもんね、そう、ドラえもんとマイメロ好きなんだね、あ、手持ちちゃった、ね、ドラえもんが、うん、最近ほらショックなニュースがちょっとあったから、うん、ね、いろいろ思うところがあるのと、あとすごいマイメロちゃんにハマってて、うん、今少しずつマイメロちゃんグッズをなんか取り入れていっている、なんかこの間さ、マイメロちゃん柄のワンピース着てなかった？あ、着てた、ね、へぇ、うん、それは好きになる前から持ってた、うん、あ、そうなんだ、そうなの、まあ、ドラえもんは不動、昨日もドラえもんの映画の DVD 見た、あ、めっちゃ感動するよね、ドラえもんの映画って、ね、確かに、ぜひ大山信代さんのドラえもんをご覧ください、うん、ご覧ください、くるちゃんは？はい、くるちゃん、これ初めて言うな、ツイッターとかにも書いてない、ちょっと
ネグ。なんで？え、なんでシング？何がネグって。ニアちゃんネグって言った。どう？大丈夫？どうしよう。わざとわざと。え、アンドってかけます？アンドってかけます？かけるわ。そう、ちょっと前からね気づいてたんだけど、個性強いメンバーな上にちょっとあんまりみんなねお勉強できないとかなってね。それはだからちょっと思ってたんだよね。まあ、みんなでお勉強しよう。ね、ちょっと今度ね、ドリルか漢字テストとかやりたいね。マジ漢字テストはやばいやばい。漢字やばいっすね。確かに。あ、そう、美味しい食べ物も、そう、クルちゃんイコール美味しい食べ物、まあ、そうですね。もちろんそれも興味あるんですけど、うん、でもそれも、まあ、結構前からずっと好きなんですけど、うん、最近はちょっとシング。シング、うん、なんかわかんない、まあ、大人系アイドルだからさ、大人系アイドルだからさ、あの寝つきが悪い。そば柄の枕とか。そう、最近さ、そば柄の枕とか、大人系だからやっぱそこでなんかテンピュールとか使っちゃうみたいな感じで。そうそばがうまくなっちゃった。あった。はい、くるちゃんのターン。あ、くるみちゃん字うまいね。本当雑に書いたけど、でもね、そうです。個性は強いが知性はあるわ。バレてる。なんでみんなやめなついてんの。ちょっとシングの話聞きましょう。シングの話。で、ちょっとね、大人系になったからかわかんないんですけど、最近寝つきが悪かったりとか、なんか2、3時間で起きちゃうの。うん。飲みすぎとかじゃなくて。大人、うん、なんかもう結構寝たかなと思うとまだ2時間半とかしか経ってなかったりとか、うん、大人系になったから辛そう。だからちょっとそうより良いあのマットレスとか、うん、まあ、シーツとかもそうだし、なんかサラサラしてるやつとかもあるでしょ、うん、サラサラしてるより寝つきが良く、うんうんうん、寝たい寝たい。まあ大人じゃなくて老人、ね、大人じゃなくて老人かなと思いますけども、いうのがまあ最近興味を持ち始めて、あ、まあいいね、安眠するため、うん、ちょっと探そうかなって思って。まだ探してないんですか？ちょいちょい見てるけど、うん、まだ注文とかはしてない。なんかじゃあ今度教えてほしいですよ、これよかったね。なんかいい枕とかあったらちょっと紹介しますね、うんうんうん、そばからね。そんな感じなんですけど、みおちゃん、はい、巨人の原監督オーダースタメン。お、これね、うん、わかる、前に、わかるでしょ、うん、全然わかんない、全然わかんない、うん、わかんない、全然わかんない。原くんのね、そうそうそう、そう、原くんのやつ、誰、わかる、原監督ね、あ、そう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 。あの、私、巨人が大好きなんですけども、毎日野球を見てて、まあ、最近、主力選手がこう戻ってきたりとかもしていて、怪我から復帰して、で、また今までこう良かった打線をこういろいろ組み替えてって、で、まあ、今こう4番5番って主力の選手が入ってる、配属するんですけど、うん、まあ、今後どうなるんだみたいな、うん、っていうところですね。見てこの3人これね、もう見てる人しか分かんないから、ね、でもね、こういつもあの結構楽屋とかでもこう野球の話とかになると、このうちら3人がうーんって感じなんだけど、あのうちのマネージャーさんがすごい野球大好きみたいで、なんか突然なんかうちらふーんってなってても、なんか突然みおちゃんとマネージャーさんがなんか野球の話でこうバトルみたいな、応援してるチームが違う、それは分かる、今日どうだった、だったって、うん、そう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 、白熱した戦いが繰り広げられるから、うんうんうん、で3人は根拠のない相づち、全然野球わかんないからな。みんな見に行こう、もう東京ドームね、うん、本当に、まあ、機会があれば機会があったら行きたい、機会があったら行きたい、そのチェックポイントを踏んで一周したら1点っていうルール、うん、Okay、の認識なんだけど、合ってるよね、チェックポイントを通ると、チェックポイントって何って感じなんだけど、多分あのスタンプとか押してもらえるのえ、なんかさ、床にさ、チェックポイントあるじゃない、床にチェックポイント白い、白いこと言ってね、うんうん、あそこでね、そうそう、あ、どうも、野球中継でセラムーンの放送が中止されると怒ってたお宅です。あ、大人系ですね、あなたも。大人系です。ちょっと同世代じゃないですか、多分。あなたも同世代。昔は、昔はって言うと年齢あれだけどさ、あの普通にテレビでさ、あのゴールデンの時間帯にやってたでしょ、うん、そう。ね、もう今はね、結構 BS とかね、BS、
なかやらなくなっちゃったんで。へぇー、へぇー、本当ね、ね、いや、ちょっと やめてくれ、合わせてくれちょっとうちセーラー服見せてもらえない家だったんで。え、なんでなんで、あの、裸になっちゃうから。どういうこと、変身で、え、そういうご家庭なの、意外に。そうなんですよね、裸になっちゃうし、グッズ欲しがったら困るっていう理由でなんかバーバパパとかピンとか、ね、でもさ、バーバパパってさ、全部さ、全裸じゃない。確かにそれはいいんだ、いいのかも。でもみんながセーラームーンを、あとディズニーとか見てたんですけど、みんながセーラームーンとかでなんかこうセーラームーンごっことかしてる中、私は冷蔵庫を開けて、冷蔵庫の前でプーさんがやってた体操をするっていう、うん、1、2、3、4、あー食べたいって一人でずっとやってる、そういう子だったんで、ちょっとセーラームーンわかんないんですよね。あ、そうなんだ、そうなんだ、なんかアニメだから一番詳しい、はい、だから教育っていうのは大変だなと思って、うん、縛りつけるとバンってなっちゃうんだなみたいな、うん、大人になって、でもそれの反動で、ね、今アニメとか好きなの、はい、それの反動でちょっと頭おかしくなっちゃって気が狂ったようにアニメとか見ちゃうのは、うん、厳しすぎると弾ける、多分そうですね、だから教育気をつけようと思いました、うん、ちょっと可愛いだってちょっとちょっとちょっとはい、じゃあまあそんな感じで、じゃあ、うん、そうしよう、あ、やっぱアイドルなんでキキララが好きです。そのさ、消したの、何なんで消したの、それ上見せて呼ばってんのとこ、正直になっちゃって、最近、うん、あの私、まあ、ボーイズラブが好きなんですけど、うん、今までやはり、うん、あの青年同士というのにすごくあの関心があったんですけど、うん、最近は、うん、ムキムキの人が、うんうんうん、そのムキムキの男性ってこと、はい、ムキムキの女性、ガチムチってさ、ガチガチしててムチムチしてるでしょ、はい、もうこういうバキバキのやつが、中山きんに君系ってことですね、もうそういう肉体を、アスリート系ってこと、うん、そうです、あ、そういう肉体をお持ちの方が、うん、にゃんにゃんってなってるのが最近すごい、うん、え、それ2次元3次元、いや、だから男同士の話ですよ、わかってんのか、3次元怒らないで、やめてんや、もう何でも足が飛んじゃいました、すいません、もうでもさ、あのさ、その BL 好きな女性って結構多いでしょ、はい、すごい多いですね、でもそれ全然わからなくって、それって なんか一種の性癖か何かなの、いや、まあ、かもまあ、でも私思ったのが、例えばずっと思ってたんだよね、オタクはオタクでも、例えば何々くんすごい大好き、もう何々くんと結婚したいっていうオタクと、うん、何々くんと何々くんは絶対に付き合ってるっていうオタクがあるんですけど、私はそっち側なんですよ、ね、でも、そういう何々くんすごいかっこいいっていうオタクは、例えばその番組にその何々っていうキャラが出てる、で出てたらキャーってなる、出てない時は、うん、何々くんできないってなるじゃないですか、うん、私はその何々くんと何々くんのこと絶対付き合ってると思ってるから、うん、何々くんと何々くんが登場したら、うわやった付き合ってるってなる、何々くんと何々くんが登場しなかったら、二人揃って登場してない、うわ絶対付き合ってるってなるのが楽しいんですよ、ハッピー系なんだよね、いつも楽しい、何でも楽しいんだね、え、でどっちかが出てたらどうするの、うん、どっちか出てた、待って、まあやっぱこの後どうなることやらと妄想がなんかね、この後どうなることやらみたいななっちゃう、すぐね穏やかね、3人ポカーン、あーあうまく撮っていただいてましたね、今ね、ポカーンとしてるところ、次次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 質問なんかありますか、はい、あ、なんかさっきん、なんか質問ないなら、もうここのカンペに書いてあるプライベート最近オフの日何してますかっていうのになっちゃいますけど、いいですか、ちょっとうちからの質問いいですか、あ、いいよいいよ、あの初対面の印象、ああほら、一人ずつ一人ずつ書く、あの誰々矢印、誰々矢印って書いてます、あー、いいね、それとも、あー、いいよいいよ、どうがいいですか、いいよ、あ、そうしよう、はいえ、でも初対面ってだってさ、もう勝者とか思い出して、え、3年くらい前のことを言うの、うん、 OK 怖いろくなことしてなかったから怖くなってきちゃう、うーん、あ、すごい、これ書くの長いからみんな静かになっちゃうなじゃあ踊って、え、かけない一人かけない一人かけない、
すごい無言になっちゃったね。うん。え、今今違った違った今じゃなかった。いやでも今だと思う。気が合う。あのボリボリの音をお届けしたら。はい、できた。できた。めっちゃ食べてる。はい、できた。はい、いいですか、じゃあ、はい、メンバーのそれぞれの第一印象、ね、うん、はい、いきますよ、せーの、どんどん。なんて書いてんの、みんな見えない、待って。じゃあ、アズから、うん、ね、奏者の第一印象はすごい、もう本当面白いエピソードがあって、うんうんうん、なんか私たち学校の同級生なんですよね。で、その時にあの地下の教室で電波がないところで、うんうん、あの携帯をおもむろにすごいいじってたんですよ。で、なんか電波ないのにメールしてるふりとかしてて、かわいいよ。めっちゃ人見知りで、そう、それを横目で見てて、誰かに声かけられるの嫌すぎて携帯いじってるふりしてたんですけど、県外だったんです。地下1階とかだったバレバレなんだけど、地下2階の教室ですごいいじってて、だからすごい、あ、この子おかしいなえ、これはクルーのセーラームーンっていうのは、あのね、なんかクルーちゃんさ、セーラームーンのさ、なんだっけ、あのペン、あ、ペンで、伸びるペンで、伸びるペン持ってるじゃん。で、それでいつもマイクにして練習してたから、めっちゃセーラームーン好きなんだなって言ってたクルーちゃんは。そうだね、いつもリハの時にこうマイク代わりにしてペンを持つんですけど、うん、セーラームーンだったね。でもこれ、そう、セーラームーン、あ、そう、これもセーラームーン、ね、みおちゃん、セクシー、そう、みおちゃんは、あの、とんがセクシー姉さんが来たおーみたいな、なんか、あの、歩くベロモンみたいな感じで、どうすればいいかなと思って、これは対抗できると思って、歩くベロモン、歩くベロモンってなんでやねんって思ったかな。はい、次、はい、ふうちゃん、はい、じゃん、みおちゃん、うん、派手だなぁ、うん、アズ、派手だなぁ、うん、奏者、ひどいひどひどい、マジか、ひどくない、ひどくないって、まあ一人ずつ言うけど、まあみおちゃんと会ったのは顔合わせだったんですけど、多分その時まだ春、まだちょっと若干寒かったのに、なんかもう真夏みたいな格好で出て、ちょっと寒かったのに、半袖に花柄のピチピチのあのパンツみたいな履いて、グラサンがすごい夏だった夏だったね、そう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 、で、なんか結構私服も、うん、あの個性派な感じで、もうすごいおしゃれなんですよ、うん、毎回、うん、で、それが会った時に派手だなって思って、うん、で、アズもなんかさっき言ってた通り、なんかマイメロのなんかピンクのなんか着てたりとか、うん、あのよくあと一緒にお着替えをしたりするんですけど、なんかすごいここでは言えないような、なんかすんごいすんごいすごいすんごいすんごいブラジャーとあのパンツ、ショッキングピンク言っちゃった言っちゃった、ねーってなる、そう、目がチカチカってするぐらいの蛍光の上下の、ね、メモるのやめろ、そう、みんなメモんだよね、最初対面の時に初めて見たから派手だなっていうのって何それって聞いちゃったで、奏者は、まあ、3,4 年前に、はい、まあ、一度っていうか、まあ、初対面がその時なんですけど、うん、まあ、ちょっとその後の記憶の方がなんか、もともとキャラが濃い子だなっていうのはあるんですけど、初めてどうやって会ったかはちょっとあんまりもう覚えてない、ごめん、いいよいいよっていう大事でしょうね。めっちゃコメントでショッキングピンクの下着ばっかり、そういう、うん、そういう感じだよ、みんなびっくりしちゃったごめん、ごめん、ぶってきてどうぞ。みやちゃん、はい、私、くるちゃん、そうですね、うん、あの初めて2人で顔合わせがあって、うんうん、めっちゃこの子顔白いって思って、うん、顔白い、2日目とかだったら大丈夫面相ばっかり、違う、全然違うけど、うん、なんか、そう、肌も白いし、うん、10代なのかなとかって思っちゃって、そうだけどね、っていうぐらいなんかそうだけどね違うよ、くるちゃんは3歳、一桁台、一桁台一桁台っていうのがなんか本当第一印象で、うんうん、で大人系、大人系
3歳怖いみたいな感じで、そう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 、でも可愛いなって思って。でも嬉しい。で、ソーシャちゃんは、ハグ？あ、カラコン怖いのしてたからかな。怖いのって何？怖いのって。色が強いやつ。いや、でもなんかすごい目鼻立ちがすごいはっきりしてて。日本語がおぼつかないって意味じゃないですか。日本語話してないとか。そう、っていう意味で。なんかハーフっぽいなっていう、印象。で、あずちゃんはもうとりあえずめっちゃピンク、とりあえずピンクがね、やっぱ強いですね。くどい、くどい、すごいよね。なんかあのくんもピンク好きだけどさ、全部にピンクは入れないじゃん。なんかこうワンポイントで入れるじゃん。そうそう、全部ピンクなんですよ。いや、今日はあれだから水色できたから爽やか系女子だった。でもさ、今日はで、今日はでなんだっけ、あのショッキングピンクの目チカチカするショッキングピンクのブラジャーとパンティの練習の日もなんか上もショッキングピンクで下はちょっと薄ピンクで、なんかピンクの強弱みたいな、グラデーションみたいな、なんかそこ合わせてきちゃうんだって思ってた。でもなんかさ、もうピンクの下着しか食いつかないっていう、まあ、いいんだけどね。いい大人系だからね。大人系ピンクだもんね。あ、なるほどね。そうそうそう、お仕事で水着にもなってるからいいの、大丈夫。そうですね。はい。ということで最後、そうじゃ。みおちゃんが最初入ってきた時はすごく怖くて、あの一番最初にこう3人で喋って、でなんかお仕事で後から来た時にこう、バーン、お疲れ様です、え、どうなってるみたいな。嘘でしょ、それちょっと思ったでしょ。そんな対応してないよ、私は絶対。私の中ではそうだ。あ、そうだよ、初めて会った時、みやちゃんだけお仕事で遅れてきたの。バーン、お疲れ様です、どうなってるみたいなイメージだったで、そんなキャラじゃないじゃん。私はそう見えた。あ、そうだね、初めてだったからね。隣だったから、いじめてると思って、そんな恐ろしかった、最初は。でも、いじめられなかったので。優しいよ。で、まあ、ちょっとこれ、はい、くるみさん後に置いていて、あずはこいつはやばいって最初に終わった時に思いました。まあ、お互いにやばいって思ってるから。で、やばいじゃないですか。お互いにおかしい。で、やばいじゃないですか。まあ、でも、何が何が、あでも、なんか、初めて会った時、ちょうど私、現役でメイドさんをやってた時だったから、そうそうそう、すっごい、もう、もっとピンクだ。あのなんかもっと頭もピンク、頭もピンク、どうしたそれはやばい人。なんか突然なんか最初の印象がその学校がそういうなんか舞台とかダンスとかやる学校だったんですけど、なんかみんなの、まあ、今までやったことを発表しようみたいな、あの会があって、みんな弾き語りをやったり、バレエやってきた子はずっとバレエをやったりとか、なんか社交ダンスのことがいろいろいた中、そのメイドのところでやってる踊りをメイド服を着てやり始めたんですよ。で、もう多分あの瞬間全員がこいつはやばい。先生それでこいつはやばいってなったことがあって。だって私先生にお前にミュージカルの仕事無理だって言われて、だからすごい卒業するときに必死に頑張ってちゃんと卒業してすぐミュージカルの舞台立ったから本当にやばいと思う。みんなに。まあ、最初はやばかった。え、でも卒業できたんだね。うん、ちょっと。マネちゃんひどい。で、くるみさんは、うん、あのこの人大丈夫かなって、あの初対面の時にやっぱあのえ、3年前の話、そうですね、くるみさんスイッチオンの状態でやっぱ合ってるんで、ちょっと待って、ちょっと待って、スイッチオンのオフもない、くるちゃんス、あ、すいませんでした。そうですね、くるちゃんだけは作ってないから、あ、そうですね、はい、くるみさんが入っててなんか、なんとかだよね、キヌキヌみたいな感じで言って、私その時初めてそういう人たちに出会ったんですよ。アイドルとか出会ったことがなかったから、初めて出会ってこのような人種がこの世の中にいるんだ、これはここから出てもこうなのかなって、って思ってて、ね、これ初対面じゃないんですけど、最後らへん、くるみさん覚えてらっしゃるかわかんないんですけど、覚えてらっしゃるかわかんないんですけど、高校、こいのぼり、はい、なんかくるみさんがある日来る、こいのぼり怖いんだよねって言って、大人がそんなわけあるかって私は思ったんですよ。で、くるみさんにこの絵を描いてほらって見たら、キャー怖いって言って、マジかと思ったのが最後の記憶です。ここで再会する前の最後の記憶。でもさ、そんなさ、こいつやべえな、大丈夫かなって思った人とさ、はい、まあ、今さ、一緒にやってるわけじゃん、はい、
や大丈夫かなと思って、うん、大丈夫かなって知り合いにも質問したんですけど、ちょっとさ、周りに確認するのやめてよ。普通の知り合いに大丈夫かなって聞いた、大丈夫だよ。あずも聞いた、そうじゃに、なんかこのお仕事の話が来た時に、うん、あの、くるみちゃんって、あの、え、もしかして世の中でやばい人だったの？昔そのクルちゃんの話を奏者から聞いたことがあったから、キルキルの人だよ、キルキルの人がいるっていう話を聞いてたから、キルキルの人が一緒らしいんだけど大丈夫かなって、うちも分かんない、聞いてみるって叩き回しにされた、そしたら大丈夫だよって来てあったら、あ、大丈夫だって思ったけど、大丈夫です、うん、大丈夫です、説得力がない、ちょっとね、まだみんなにね大丈夫だと思われてなさそうだから、今後ねちょっとね、みんなの信頼してもらえるのに、うん、信頼をね、頑張っていきます、うん、みんなね、まともになれるように頑張ろう、みんなね、ちょっとね、うん、確かに、ちょっとね、みんなね、鼻で笑わないの、うん、完全な大人に、ちゃんと立派な大人になれるようにしよう、そうだね、感じもね、そうだね、大人だけ、ちゃんとね、そう、ということで、まあ、もうあとで、そうそうそう、コーナーで、もうあっという間に残り3分になっちゃったんですけど、ねね、いや、ね、やっぱいつも早いね、ね、もうあと1時間ぐらいいけますよね、タリンはついつい喋りすぎちゃうね、うん、ライブの MC もいつも押しちゃうもん、うん、ということで、まあ、ちょっとここから真面目にね、うん、今後私たちのライブのお知らせなんかをしていきたいと思うんですけれども、はい、まずは、5月の18日ですね、はい、あさってかな、うん、平日18日の月曜日に、うん、ブラックホールさん、池袋のブラックホールさんにて私たちライブ出演します、はい、これは4人かな、はい、4人全員で出るので、はい、久しぶりの4人なので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てほしいと思うんですけれども、うん、出演時間がもうちょっと発表されてまして、うん、早いね、うん、7時、19時、5分、うんうん、なんと、オープニングらしいです、うわ、うわ、初めてだね、オープニングね、え、オープニングってなんか変わる？どうすればいい？1番1番っていうことぐらいかな、かまあでもね、そうだね、うんうん、緊張しちゃうね。そうだね。では、うん、でその後の5月25日と27日、うん、両方とも場所は池袋のブラックホールさんにてライブをやらせていただきますので、うん、はい、今ねちょっとライブ活動をメインにして私たち頑張ってますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てくれると嬉しいです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ということで各自ツイッターやブログなんかも、うんね、うん、あ、今日書いてきたのかな、そうアカウント一人ずつ、で、まあね、うん、この子気になるみたいな子がいたらフォローしてくれたりとか、うん、ブログをチェックしてくれたりとか、うん、まあ、もちろんアイドルピットのね公式のツイッターアカウントもあって、 そうですね、そちらではライブの情報とかもたくさん載せてますので、うんうん、ぜひ皆さんフォローしてくださると嬉しいです、よろしくお願いします、お願いします、ということで残りね1分ぐらいですけど、なんか今日のダンスダンスしないね、ダンスしなかったね、うん、ダンスする予定あったの、ない。あずき知らないのかな。いや今日 の、 あの流れちょっとわかん知らないんで。あ、そうだよね。うん、これだけで教えられなかった。今日なんか打ち合わせするって言って言ったら、なんか奏者にだけ台本見せないで。なんか最後の最後で暴露するのやめて。なんかよくわかんないけどメンバー内で隠し事がある。隠してはないよ。隠してはないよ。だってこうやって、あ、なんかみおちゃんが書いてもこうやって見たらってやられて。まあそんな仲間に入れてもらいたい、まあ、仲間割れ、まあ、仲間割れ仲間割れなんだよね、でも今後私たち、まあ、仲良くね4人で頑張っていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、ということで、来月は、6月のまた第3週の土曜日ですね、はい、同じ時間2時30分から、うん、はい、放送します、あ、みんな突然スマホ、そうだね、予定ということで、皆さんまた来月のこの時間にお会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ、これバイバーイ。めっちゃ食べてる。終わるからね。終わるから。もうこのまま。